ということで今回はこちら、デラックスシンカリオンシリーズ104シンカリオンアルファ X を紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回は劇場版新幹線変形ロボシンカリオン、未来から来た新速のアルファ X、 デラックスシンカリオンシリーズ104シンカリオンアルファ X を紹介していきたいと思います。っていうことでね、大変長らくお待たせいたしました。映画を見た人はね、もうご存知かと思いますが、運転士はなんと早すぎ指導長じゃなくて子供の姿になっちゃったから北斗くんでいいかな。新幹線モードのアルファ X もかっこいいね。でね、その上の方にはシンカリオンモードのアルファ X で、さらに横の方に移動するとデデンと大きくね、 X モードのアルファ X。 箱だけでもね、かなりテンションが上がっちゃうかっこよさなんだけど、形の方はね、他のデラックスシンカリオンシリーズと同様にマーク2とかと同じだね。左端の方がね、斜めになっていて、横から見ると新幹線みたいな形になっています。で、他の面、側面の方を見てみると、これもね、他のデラックスシンカリオンシリーズと同様にモードチェンジの流れから、いいね、オーバークロス合体の様子まで紹介されていて、この反対の面の方にはこんな感じにね、アルファ X のこれは戦闘車だね、戦闘車にあとはね、アルファ X のかっこいいロゴがデザインされています。で、裏面、箱の裏面の方を見てみると、これもね、さっき側面で紹介されていたようにモードチェンジのね、流れがこんな感じにペレンと紹介されていて、あとはセット内容だね、思ったより少なめなのかな、ちょっとね、記憶が曖昧なところはあるけど、オーガよりは少なめな感じ。うん、そんな印象を受けます。あー、なんかシールはちょっと多そうだね。頑張ろっと。よし、じゃあ、アルファ X、早速、箱の方から取り出していきたいと思います。いくよ、グランクロス。グランクロス。ということでね、中身の方を取り出してみたんだけど、セット内容で見てたよりなんかすごいボリュームだよね。あ、そうそう、今回のね、このアルファ X は5両編成だからね、まあ納得のボリュームっちゃ納得のボリュームだよね。あとはね、この後ろの方にあるゴールドのパーツが X モードとか武器関係が入っている感じだね。で、他に箱から出てきたのは、出ました、説明書の前にシール。今回は1番から27番までのシールがあるみたいだけど、同じ番号で同じシールっていうのも入っているから、なかなか多いね。っていうことでね、後ほどシール貼りの方も頑張っていきたいところなんだけど、今回はこちらの新幹線モード、あとはウェポンベースかな、このね、2つのモードを紹介していく感じにしたいと思います。本来ならね、一本の動画で全てのモードを紹介していきたいところではあるんだけど、ご覧の通り、このボリュームだからね。これまでの経験上、多分ね、このパターン全部やったら45分から1時間の動画になっちゃうと思うので、オーガの時にもね、そうしたんだけど、各モードごとに紹介する形を取らせてください。1時間の動画だとみんな疲れちゃうでしょ。多分ね、その方がお互いにいいんじゃないかなという判断で、そういう形を取らせていただきます。ではでは、お待たせいたしました。新幹線モードの変形、始めていきましょう。はい、ということで新幹線モードへの変形、始めていこうと思うんだけど、使用するのはね、ご覧のこちらに出ているパーツ。さすがのね、5両編成、すごい遊びがいもありそうなボリュームだね。じゃあまず変形するのはこちら、1両目戦闘車。まあちょっと戦闘車っていうとね、語弊があるっていうか、まあちょっとそこはマニアックな話なので割愛させていただきますが、ご覧の通りね、梱包から取り出した状態はデラックスシンカリオンシリーズおなじみのヘッド部分が取り出した感じになっています。でね、てっきりマーク2とかオーガと同じ変形方法かなと思っていたら、まあこうパッと見た感じ、触ってみた感じだと、その前に登場していたデラックスシンカリオンシリーズと同じっぽいね。ん？そうなってくると X モードとかどうするんだろう。まあそれはね、ちょっと今新幹線モードだからね、その話は置いといて、じゃあね、戦闘車1両目の変形、ヘッドカバーを閉じて、ハッチもね、同じくカチッというのに閉じます。もうこれはね、デラックスシンカリオンシリーズではおなじみの変形だよね。
っていうことで1両目の変形は完了です。で、全体はね、ぐるっとこんな感じで、やっぱかっこいいね。あ、プラレールの方もやっぱ欲しくなっちゃうな。どうしようかな。じゃあ続いてはこちら、2両目。2両目はね、これが梱包から取り出した状態なんだけど、もうこの状態でね、新幹線モードの準備の方は完了です。で、多分ね、遊んでいくうちに、まあ特にね、小さいお子さんなんかはどれが2両目、3両目、4両目なのかわからなくなってくると思うんだけど、もうね、親切丁寧にこちら裏面に記載されています。ほら、ここなんだけど見えるかな。2って書いてあってね、もうどれだかわかんなくなった時は車両の底面、裏面に書いてある番号を確認するとね、すぐにわかる感じになっています。で、さっきちょっとね、紹介するのを忘れていたんだけど、1両目の裏側のこの部分にもね、1って書いてあるので、5両目とこれでね、パッと見間違うことはないんじゃないかなと思います。で、次が3両目になるんだけど、3両目はね、少し組み立て、まあパーツのね、組み合わせが必要で、まあそんなにね、難しい変形ではないんだけど、まあこのパーツ、3両目の A と B のパーツがあるので、このパーツをもう本当にシンプルに合わせてグッと押し込んで、上の方もね、ちゃんと合わせて、こんな感じで、ここまでできたら、この部分だね、この部分にカバーパーツを取り付けるんだけど、これもね、A と B があって、この部分、ここにね、合わせるようにカバーパーツのね、裏側にも突起があるので、その突起をこの穴に合わせてぐぐっと押し込みます。まあ突起がどうとかね、難しいことを言うよりは、アルファ X のロゴが綺麗に重なるように合うように取り付ければそれで全然問題ないんじゃないかな。うん。あ、でね、この時連結器も内側に入っているようだったらしっかりと引き出しておきます。反対側のカバーパーツも取り付けて、ロゴを合わせてぐぐっと押し込んだら、よし、できた。これで3両目の新幹線モードへの変形は完了です。あれ、こんな変形前にもやったことがある気がするけど、どれだったかな。まあね、全体はぐるっとこんな感じで、3両目の方にもね、同じく1両目2両目と同じく裏面を見てみるとね、3っていう数字が書いてあって、しっかりと3両目と見分けることができます。そしてこれが4両目だね。4両目もこれがね、箱から取り出した状態なんだけど、もう4両目も2両目と同じくこの状態で新幹線モードの準備は完了です。で、裏面の方にはもちろんね、4両目も4って書いてあるので、間違うとしたら2両目と間違っちゃう感じかな。まあね、この数字を見て確認してください。ここまで来たら次でラスト5両目。5両目をね、変形し終わったら、あとはね、もう新幹線モードにできるんだけど、5両目がね、ちょっといろいろ組み合わせていく感じで、これもね、まあ特別難しいことはないんだけど、パーツを取り付ける前にね、ここにジョイントが隠れているので、このジョイント部分を起こして引っ張り出す感じだね。カチッというまで起こしたら、反対側のジョイント部分も同じように起こして、正面から見るとこんな感じだね。で、今度は今起こしたジョイント部分に5両目の新幹線パネル。で、あとはね、この新幹線パネルを取り付けていくだけなんだけど、新幹線パネルの裏側にも、ここに、この部分に突起があるので、ここをしっかりと起こして、さっきのジョイント部分に合わせて、ぐっと押し込む感じだね。押し込む感じで取り付けます。反対側も同じく、新幹線パネルの裏面の突起部分を起こして、で、ジョイントに合わせて、ぐぐっと押し込みます。いい感じだね。でね、ここまで新幹線パネルを取り付けると、今までのデラックスシンカリオンシリーズと同じでしょ？ってなると、この後の変形も大体わかると思うけど、もう単純に新幹線パネルを閉じます。反対側も同じく新幹線パネルを閉じて、しっかりと合わせたら、5両目の新幹線モードへの変形も完了です。で、もちろんね、5両目の裏面にも、あれ？どこだ？あったあった、ここにね、5っていうね、数字があるので、さすがにね、見た目も違うから大丈夫だと思うけど、一応ね、5両目だと確認することができます。全体はぐるっとこんな感じで、っていうかさ、ここまでの変形で戦闘車の時にも言ったけど、ジョーはてっきりマーク2とかオーガみたいな感じなのかなって思ったら、これまで発売したデラックスシンカリオンシリーズの集大成みたいな感じじゃない？新幹線モードだけでね、判断するのもって思ったけど、まぁ、ちょっと触ってみた感じ、変形してみた感じ、なんかいろんな要素が詰まっているのかなと想
感じました。ってことでね、新幹線モード、残るは連結のみっていう感じなので、せっかくだから場所の方を移動して、連結の方を始めていきたいと思います。で、連結の仕方はね、まあ知ってるよっていう人も多いと思うけど、初めてね、見てる人もいるかもしれないので、一応プラレールとね、同じく、後ろの部分、ここにね、連結器がついているので、連結器と連結器を合わせていくだけです。ってことでね、もう連結していこうと思うんだけど、ちょっとだけかっこよく連結させてください。続いてはこちらのパーツを使ってね、レボンベースの方を組み立てていきたいと思います。で、ご覧の通りね、シール、ラベルの方はね、貼り付けた状態になっているんだけど、ラベルの貼り方に関してはね、ちょっと後日公開するバイキンの女王のセカンドチャンネル、そちらの方でね、しっかりとレビューじゃないね、貼り方の方をね、紹介していこうと思うので、よかったら公開した際にはご視聴、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあね、ウェポンベースの方を組み立てていきましょう。でね、今ジョーが手に持っているのが、こちらはね、ボディーアーマー。このボディーアーマーが中心、基板になってね、いろいろパーツを取り付けていく形になるんだけど、まずはボディーアーマーのこの部分。この部分に、こちら。これがね、アンカーブレーキって言うんだけど、このアンカーブレーキの裏のね、この部分とボディーアーマーのこの部分、こちらを合わせてグブッと押し込んでセット。反対側も同じように、これが、あ、同じじゃないね、こっちはね、リニア式アンカーブレーキ、このリニア式アンカーブレーキもグブッと押し込んでセット。そして今度はね、ボディーアーマーの方をぐるっと裏返して、裏面のこの部分、このね、場所に取り付けるのがこちら、 X アタッチメント。すごいね、一つ一つしっかりと名前がついているんだけど、このね、 X アタッチメントをね、変形させるんだけど、折り曲げますね。この字にね、こんな感じに折り曲げて、で、この状態になったら、ボディーアーマー裏面のここに、ぐぐっと押し込んで、セット。よし、こんな感じだね。でね、全体はぐるっとこういった形になっていて、あとはね、このボディーアーマー、いろいろ取り付けたボディーアーマーに、さらにいろいろ取り付けていくと、ウェポンベースがね、完成する感じになっているんだけど、一度ボディーアーマーは置いといて、続いてはこちら。このね、小さなグリップ。このグリップに今度はパーツの方を取り付けていくんだけど、まずはこちら。これが、車両ブレードの新青森。このね、車両ブレード新青森を、この向きでグリップの下の方にぐぐっと差し込みます。そして今度はこの部分にね、取り付けるパーツがあるんだけど、それがこちら。車両ブレード東京。すごいね、新青森と東京。で、この組み合わせたパーツの名前が東北新幹線。じゃ、ないけどね。まあ、実質そんな感じだよね。でね、パーツの方は出来上がったんだけど、このパーツの注意点としては、どっちがどっちのブレードなのかっていう話なんだけど、まあ、見分け方としては、長さの方がね、東京の方は短いんだよね。で、新青森の方が長くなっていて、あ、そういうことか。実際のアルファ X もね、1号車が確か16メートルで、10号車が22メートル、22メートルの方がね、新青森寄りだったかな。でね、青森の方が長いんだよね。ってなると、ほんとそういうことだよね。そこら辺も意識して作ってるんだろうね。すげえ面白い。でね、話がね、脱線しそうになっちゃうんだけど、次のパーツがこちら。踏切手裏剣ベースにヘッドギア。このね、パーツを組み合わせていくんだけど、まあ、これもね、難しいことはなく、踏切手裏剣ベースのね、この部分、ここに溝があるので、ヘッドギアのこの部分を合わせてぐぐっと押し込みます。これだけなんだけど、まあ、ちょっとヘッドギアの差し込みすぎ、こういう形にならないように、なんていうんだろう、水平、平ら、まあこの通りだね。こんな感じになるように組み合わせてください。ヘッドギアがはみ出さないような形だね。で、最後にこのヘッドギアのパーツと、先ほど作った車両ブレード、これを後ろにね、デンと構えているボディーアーマーを取り付けます。
ボディーアーマーのこの部分、向かって右手側の上のね、このポチッとしたところに、車両ブレード。車両ブレードのこことここを合わせて、ググッと押し込んでセット。続いて反対側、ボディーアーマーの向かって左上。左上のこの部分に、今度はヘッドギアと踏切手裏剣ベースを組み合わせたパーツを、こんな感じに合わせて、ググッと押し込んでセット。よし、これでウェポンベースの完成。やっぱいいよね、ウェポンベース。マーク2から始まってオーガンに続いて、今回アルファ X もウェポンベースが登場しているんだけど、いいよね、ほんといいと思う。なくさなくて。お子さんにね、渡すときも、片付けるときはウェポンベースにするんだよって覚えさせればね。お片付けもはかどるし、すごくすごくいいと思います。で、一応ね、シールを貼り付けた場所、軽く確認していこうと思うんだけど、まあ、見たままだよね。ボディアーマーの部分に、1,2,3,4,5,6 箇所。そして、こちら。あ、これじゃあちょっと見にくいかな。ヘッドギアを外して、踏切手裏剣ベースだね。こんな感じに、両面に同じシールが4箇所貼り付けてあります。ってな感じでね、ヘッドギアの方を戻して、まあ、ご覧の通り、ウェポンベースは場所的にもね、貼り付ける場所的にも、比較的簡単に貼り付けられるんじゃないかなと思います。他の箇所もね、大変な部分っていうのも何、あったな。まあ、ちょっとね、後日公開するセカンドチャンネル、ぜひチェックしてください。お願いします。っていうことで、アルファ X のウェポンベースでした。はい、っていうことで今回は、デラックスシンカリオンシリーズ104、シンカリオンアルファ X から新幹線モード、そしてウェポンベースの紹介でした。いやー、やっぱかっこいいね。ジョーはね、一度新幹線車両基地祭り、あ、動画でもね、紹介しているんだけど、その車両基地祭りに行った時に、本物のアルファ X 見てきてるんだよね。だからね、なんて言うんだろう、もう撮影するのがもうすごく楽しかったです。あ、そうだ。じゃあね、説明欄の方に、そのね、新幹線車両基地祭りの動画貼っておくので、まだ見ていないよっていう人はね、ぜひチェックしてみてください。アルファ X の他にもね、なかなか見ることができない車両基地内部の様子や、あとは E5、E6、E7、E4 だったかな ?E2? まあ、いろいろとね、いろんな新幹線も登場するので、シンカリオンファンはもちろん、鉄道ファンも楽しめるんじゃないかな。そんな内容になっています。っていうことで、次回の動画は、シンカリオンモード。アルファ X の場合は、アルファモードだね。アルファモードの方を紹介していこうと思うので、そちらの方も楽しみに待っていただけると嬉しいです。シンカリオンの他にもね、バイキンのジョーのチャンネルでは、男の子向けのおもちゃを中心に、小さなお友達から、大きなお友達まで、家族で楽しむことができる動画も、たくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキン。